1625年の西アフリカハウサランドの主要都市。赤線は現在の国境。ハウサ小王国はハウサランドに13世紀から19世紀まで存在したハウサ人の都市国家群の総称。19世紀に書かれたカノ年代記によると14世紀後半になって、 西方のマンデ系の商人からイスラームが伝えられ、城壁に囲まれた都市を核とする国家軍を構成するようになったという。19世紀に、ソコト帝国の参加に入り、古部人の支配を受けた。ナイジェリア北部に住むハウサ人が14世紀頃までに都市国家軍を建設した。かの年代記によれば、以下のような建国神話が知られている。 ハウサ人の伝承によれば、バグダードの王子バヤジダが旅に出て西方へ向かい、カネム・ボルヌ帝国に至ったという。彼は、ニジェール川に向かって進み、ダウラ王国のダウラマという女王と結婚した。二人の間に生まれた子供を祖とする七つの王国が、建てられた。また、バヤジダとけの間に生まれた子供を祖とする、次の七つの王国も建てられたという。 イロリン主張国とヌペ王国とは、それぞれ、ヨルバ人とヌペ人の国であり、他民族の国家ではあったものの、ハウサ人と禁煙があるとされ、抗議のハウサ諸国として扱われた。ハウサ諸王国は、西の損害帝国と東のカネムボルヌ帝国との間で、合唱連行を繰り返しながら、サハラ交易に従事し、強力な騎兵隊を要して、両国と対抗した。 14世紀頃には、ザリアが、15世紀には、ケッビが協力になり、ケッビの王は16世紀初頭、ハウサショウ王国の長として、カンタの名を称した。しかし17世紀初頭には、ゴビールの王が反乱を起こしてその派遣は崩壊し、以後は再び諸国分立の状態に戻った。また、16世紀には、アスキア、ムハンマド大王が差し向けた損害帝国の軍の、 侵入を受けた。しかし、損外が1592年に滅亡すると、西からの圧迫を受けなくなった、ハウサ諸王国は勢力を大きく伸長させた。1804年、ゴビールの聖職者で、フラニ人のウスマンダンフォディオがジハードを戦しハウサ諸王国に戦線。5年間の戦いの後、1809年に、ハウサ諸王国は、 ウスマンの建国したソコト帝国によって征服され、古ジ人の支配下に入った。ソコト帝国は二重構造の形態を取った。ハウサ小王国は主張国となり、各主張は古ジ人のシャイフにより任命されるようになった。ハウサ小王国の故地はほぼすべてソコト帝国に征服されたものの、カツイナ王国やゴビール、ケッビ首長国など一部の国は、 祖ことの影響の範囲外の地域に逃れ、そこで再興して、祖こと,と対立を続けた。ハウサ諸国は城壁に囲まれた都市を中心に、メニやソルガムの畑に囲まれた都市国家だった。損害の滅亡によって、サハラ公易のメインルートが、ハウサ小王国を通るようになったため、中継貿易によって富が蓄積された。11世紀頃にはすでにハウサ人は、 イスラム教を受け入れており、モスクなども盛んに建てられた。19世紀、ハウサ諸王国滅亡後にアラビア語でカノ年代記が書かれた。これはハウサ諸王国の一つ、カノ王国の歴史をまとめたもので、フラニ戦争によって古記録の消失してしまったハウサ諸王国の歴史を伝える貴重な資料となっている。ありがとうございます。